はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。列車で行こう9、ライブ配信始めていきたいと思います。はい、ツイッチで、いつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。 そして、アーカイブを YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャ、2日後6日21時からプレミア公開予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。 X のアカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX my account please follow and repost and good button please。 はい、今回はこの高速道路ですね。こちらを伸ばしていきたいと思います。結構開発されちゃってますね。この辺を通過したいとこです。で、当然あっちの方も通過ですか。そうすることでこっからこう伸びて、あ、ここで降りることもできるんだ。でここで出口ですね。ここで降りた方がいいよな。ここで降りてこう行ってこうかな。もちろんこっち側から降りる手もありますけどね。その前にこっからこう行ってこう行くか、こうか。まあ悪くないよな。やっぱりこうだと、ここだと遠回りになっちゃいますからね。どっちがいいのか悩みどころです。で、あともう一つ、なんかここ穴開いてますが、鉄道を通せればな、いいなと思ってます。結構高いとこを通さないといけないですね。あとここを駅にして、
で、上を通過して、っていうとこですよね。最終的にはここと、この先を結ぶ鉄道ができればいいなとは思ってます。そうなるとこっちがこう伸びたら、まあ結構ここら辺に駅ができて、カーブありますけどね、駅作って、でまっすぐ行くとなるとやっぱりここら辺かな。でも地下にビルが多いから地下に潜らないとダメだろうな。まあ、地下に潜らないならここを上通ってここら辺を終点にする。ちょっとスペース空いてるじゃないですか、ここ。もしかしたらここら辺に列車が止まるスペースを用意できるかもしれないってとこですね。1面2線になっちゃいますけど、そういう計画も考えつつ、大きな夢ですよね。結構やっぱり幅が入ってるか、結構交通の猛暑になって、でこっちはここまでなんで、ちょうど真ん中あたりでいいじゃないですか。ということで、まずは気になるここですね。ここのちょっとジャンクションも作ってみましょう。都市建設ってなんだ、足か。立体交差とかあるんですけど、一旦止めてみます。で、高度指定10メートルか。でもね、建物表示すればいいのか。建物表示するのはいいんですけどね。まあいいや、この辺ぐらいまでは建物を置いておこう。で、ここら辺ですよね。あ、結構そうだよな。なので今度は20メートルに高さを直して、
な。あーでも違うわな。こっち20メートルの方がいいかもしれない結構やっぱり限られてくるよな。無理なんだ。じゃあこの辺だったら距離が短いな本当。でも ここら辺だよな。あ、学校があるからな。でも案外ギリギリのとこまでで感じだよな。あ、でも実際のところこんな余裕持たせたらあれになるのか。
で、これで曲がって、難しいな。で、20mにして、するとこうなるから、まだ 10m 範囲ですよね、これ。っていうか、こんな感じか。これだったらこれが一歩つながるけどな。で、20mにして、あ、これつながると、やばいんだ。10m だからな。あ、逆かもしれん。こっちで、こっち越えちゃうのは分かるんだけど、こんな感じ？
あ、でもこれをすると、空調で、じゃあもうこの辺から、ダメだ、これだと じゃあここまで来た時に、感じか。
これね、あ、別にここは立体交差にして、まあ、ギリこんなところで置いといて。もう一回ちょっとやってみよう。ただあんまり曲がるときに問題が出てくるよな。だからもうここら辺から準備をしかないとダメだよな。まあ、ここからこれはいいんだけど、ここからこう合流するときが問題だよな。
こでこっち側からこう接続しないといけないのか。当然ここを越えないといけないから、まあ、こう来てこうだろうな、で 20m 上げないといけないから、あ、ダメか、届かないんだこれでは。ってことはやっぱりこうか。こういうことだな。これだと、こういうことだな。
て、そうだよな、なんだここがあるじゃん。逆にこっから下がってもいいかもね、しれない。そうなるとメートル上げないといけないから、こんな感じか。20メートルだよな。うん、こういうことか。これでくっつくことは可能になった。また登ってここくっつくのはなんか無駄が多いな。あと思ったら、これこっちに繋がるんじゃないやん。
まあ、つまり、こうなるよな。いいのか。こんな感じか。で、あ、間違えた。
そうか。で、ああそうだ、これが最終的にはこれってここにあるってことは、まだ20メートルやけど、でもさ、これ、ああ、そうか。高さがこうなってるから。
ってことは、これは、逆か、逆に、そうはならんよな。あ、これもありえないしな。つまり、これだと入れないんで、こういうことか。で当然ここはこうつながって、でも下に下がっていいから、
こんな感じか。で、ここにつながないとダメなんだよな。つまり、まあでも。ここなんだよな、ポイントは。つまり、まあこういうことか。でこどうだろうな。わずかに。ああまあ無理なのか、どっちいち。だからここをもう通るしかないってことか。
これで、こういうことか。なんか結構でかいが、それぞれ1本ずつ上がってるから大丈夫なはず。どうしてもな、インターも兼ねるとな、こうなっちゃうよな。というか、これって。単純な距離から言えばここを出てこうした方が早いよな。ただし2箇所から出ないといけない難点はあるけど。ていうかここに出れるんだったらここで下ればいいやんっていう話だが、ここから出てここだったらここになるよな、最短の距離は。
あとここもいるのか。ここからこう行く道がまだ足りない。ここはまあ無理だから、あ、10メートルだな。ここは無理なんで、じゃあ当然ここはこうなるよな。
感じか。そうなるとここでこう分岐することになるから、ここだとまだ無理なんで、ここでくっついて、まあこうだよな。で、これで 20m は可能かな。いけんじゃないかな。こんな感じか。ここからまずここはこっちとこっち側に行く。逆にこっちに合流する側はこことここを出る。
ここから出る側はこことここに行く、ここに合流する側はこことここに出る、次ここに合流する側はこっち側から来ない、かな。いや、ここで来てるから大丈夫なはず。これに比べたらすごい効率悪いような感じはあるよな。縦に圧縮されてんだけどな。その分長さに無駄が生じている感はある。で、この先だよな。1円だとこうなります。で、かつ立体交差だとこの工場が犠牲になってしまう。でもなんで工場が真ん中にあるんだ。ってことでちょっと犠牲になってもらいます。
で、高さ指定で10メートル。工場があるからな。でもこれはこうだよな、本当は。
で、
で、まあ一旦ここまでで、もっと上に行くかもしれないですね。無理か、やっぱり。もしかしたらここら辺にハーフインター作ってもいいかもしれないですね。ここからこうまっすぐ行って、こっから入っていくようなルートになるってことだろうな。で、ここで高速終わった。で、ここからもまた延長する。
まあ、こんな感じか。で、どうしてもこうなるよな。どうしてもこうなっちゃうよな。こういうふうにくっつくわけですね。1、2、3つつながるのか。そうなるとここへつながるわけですから、結構長い高速バイパスができるってことになりますね。こことここの間隔もそんなに長くないような。中間点だもんな。
まあ、ひょっとしたらここら辺延長してこの辺に接続するようになってっていうのもあるかもしれませんけどね。はい、ということで今回は高速道路を、延長してみました。と言ってもまだ何も走らせてないんで、次はここにバスを走らせることになるかと思います。まあでもやっちゃっていいかな。で、ほぼこれはこうだし、
まあこんな感じですかね。はい、次回はおそらくここにバスを走らせてみようかなと思います。バスを走らせて空港とこのそうだよな、ここの駅とこのターミナル駅にも路線を作るかもしれないですね。ターミナル駅に関してはかなり脅威となる、鉄道は脅威、鉄道の長距離線は脅威となるんじゃないでしょうか。まあ当然ここもそうですよね。
はい、というわけで次回を驚異の、鉄道対抗驚異の高速バスってことで、果たして何路線走らせるのか、このバス引ける台数にも限りがありますからね。次回をお楽しみに。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローリポス、お願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive upload my YouTube channel 2 days after. My YouTube channel, channel subscribed and good button please. Twitter X my account please follow and repost and good button please.、はい、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ということで、A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。